四活な勲章はフィリピン共和国の勲章。フィリピンに対する顕著な功績を挙げた者や、自国とフィリピンの関係を促進、発展させ、強化する上で顕著な貢献をした外交官や外国の官僚、国民、そして本省勤務及び外交官勤務双方で活躍した外務省官僚に贈られる。四活な勲章は外務大臣が大統領の名で授与することができる。 シカツナ章賞は1953年2月27日に発令された大統領令第571号によってエルピディオキリの大統領により制定された大統領令第571号の2節にはシカツナ章はフィリピンと外国の間の最初の名役を記念すると記されているこの大統領令ではシカツナ章は サンド語として知られる地の名役を記念する勲章として位置づけられた。最初の名役とは、ボホール島の族長であるダトシカツナと、スペイン帝国のコンキスタドールであるミゲル・ロッペスで、レガスピとの間で1565年に交わされた、フィリピン人とスペイン人の友好条約を指している。だが、近年、大統領令で示された前提が疑問視されている。そもそもこの出来事は、 その44年前に、フェルギナンド・マゼラン率いるスペイン戦団がフィリピンに到達して、以来、初めて交わされた地の名役ではない。マゼランはこの儀式を、歌詞歌詞と呼んだが、これは、マレー語で、同一のものであること、あるいは地の兄弟を表す。合わせて、初めて平和条約が交わされたのは1521年4月9日の火曜日。 マゼランとセブ島の属徴だとフマボンとの間でのことと記録されている。したがって、大統領令で示された最初の名役がだとシカツナのものと断定できるかは定かでない。シカツナ勲章は当初4等級構成だったが、これはディオス・ダド・マカパガル・フェルギナンド・マルコス領大統領によって拡大された。2003年、グロリア・ロヨ大統領の下で発せられた。 大統領令第236号フィリピン勲章規定によってフィリピンの英典制度が改定された。この改定により死活な勲章を含めた主事の英典の名称が簡潔なものに改められた。死活な勲章継承。ありがとうございます。